はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっととある僕がずっと気になってて行きたかった味噌ラーメン屋さんに伺おうかと思っております。味噌ラーメンといえばね、北海道が有名かと思いますが、ラーメンがね詳しくない人でも知っているかと思います。すみれさんというお店がね、北海道の有名店ございまして、セブンイレブンさんとかでもね、カップラーメンが販売されたりとか、北海道に住んでない方でも知ってるようなね有名店がありまして、そちらのお店で修行された、いわゆるのれん分けというような、まあね、そんなお店なんかも関東にいくつかございまして、以前ね僕がお伺いさせていただいた大島さんなんかもその1店舗なんですけれども、今回はサントラさんというね、2019年にオープンして以来ずっと行列が絶えない人気店に本日はお伺いしようと思います。でただいまですね、閉店間際にお店をお伺いさせてもらってるんですけれども、現在ね14時でも外待ちしてるぐらい人気ですので、次のカットはですね店内に入ってお送りしようと思います。ということでですね、ただいまこちらサントラさんの店内に入っております。本日ねいただくメニューは注文してありますが、もちろんね味噌ラーメン一番人気なんですけれども、北海道ラーメンといえばね塩も醤油も全部うまいんですよ。なので選びきれないということで、本日はね3種類を全てチャーシュー麺、しかも大盛りでプラスねご飯も注文してあります。もちろんねいつものデカ盛りとかチャレンジメニューに比べれば量的にはね可愛いものかもしれませんが、普通に考えたらね大盛りのチャーシュー麺3杯にご飯3つは絶対に食いすぎなんですけど、まあ僕なんでね、最後までしっかりとこちらのサントラさんのラーメンを美味しくいただきたいと思います。ということで本日ですね、注文しました1杯目のラーメン到着しました。本日1杯目が醤油のチャーシュー麺大盛りということで、じゃあ出来たてをね早速いただきます。北海道ラーメンといえばね、やっぱりこのラードがビチッと効いたスープ、うまっ、うまっ、醤油の風味とラードの甘みで、そこにこの高温で炒めてるので野菜の旨味だったりとか、ちょっとしたほろ苦さもうめちゃくちゃ好みです。せっかくね今回チャーシュー麺頼んでますんで、麺行く前にこちらのねチャーシューですよ。やわらかっ、うわうまいな、口に入れた瞬間も溶ける、そしてほどける。チャーシュー麺売り切れなければ絶対にこれチャーシュー増した方がいいです。これはうまい。そしたらもうさすがに麺いきますか。麺もねラードまとって光ってますよ、輝いてます。これな、さっきねこのスープにも感じた野菜の旨味だったりとか、この醤油の香りしっかりと麺に染み込んでまして、これがうまい。旨味の染み込んだ麺にはライスが合いますので、これ一緒にね、うん、うまっ。大盛りにしたとはいえ今日3杯は少ないな、もっと食いたい。このサントラさんのラーメンで腹パンパンになるまで食べたいわ。ではちょっとこの辺りでですね、このもやしとメンマをこううわ麺にね一緒に和えまして、うん、ちょっとねこれはマジで食べなきゃダメ。いやみんなに食ってほしいな。
例えば北海道ラーメンっていうのは高火力でねバーッと炒めますんで、スープにもしっかり野菜の旨味とか具材のこの旨味っていうのが詰め込まれてて、このスープ今うますぎまして具材なくなってるんだけど手が止まりません。ちょっと次の一杯もねもうできそうなので、醤油はこの辺りで。ごちそうさまでした。この脂の旨味がとんでもないですね。もともとねこの北海道ラーメンっていうのは寒い地域ですので、出前をする際にね冷めないようにということで、このラード多めのラーメンが作られたっていうのが発祥みたいなんですけど、いわゆるねタンメンにも近いような、しっかりと中華鍋でこう高火力でねガッと炒めますんで、その炒めの香ばしさとか、先ほどもずっと言ってるようなこの具材の旨味っていうのがスープに溶け込んでますんで、これがねまたこのラードに合わさるととんでもなくうまい。いっぱい説明したいんですけれども、説明しだすとねうんちくっぽくなってしまうので、この辺りにしたいと思いますけれども、絶対に皆さんこれ食べに来てみてください。おいしい。あ、すいません、ありがとうございます。お願いします。ということで本日のですね2杯目が到着しました。2杯目いただきますのはこちらのサントラさんで一番人気という味噌ラーメンで、もちろんですねこれチャーシュー麺に大盛りとなっております。じゃあ2杯目も早速ねいただきます。うまそう。うわマジか、衝撃的なうまさです。白味噌ベースというか甘みとかねこのまろやかさが強い味噌感なんですけど、そこにかかるこのニンニク、優しいんですけどしっかりパンチがあって、でまたねこのラードももちろん美味しいし、いやちょっとこれはうまっ。もちろんね先ほどもいただいてますけど、やっぱりねこの北海道ラーメンといえばの黄色いちぢれ麺がたまんないですね。うまっ。スープ単体で飲むよりも麺とすすった方がよりニンニクのガツンと感は感じますね。うわこれ並んででも通いますね。まだ1杯目も残ってますし撮影中ですけど、もう1回食いたい。今日のこの出会いは個人的に衝撃的すぎますね。忘れられないわ。1杯目のね醤油でいろいろお話ししたのもありますけど、今ねほんと言葉を失ってるっていうのがもうふさわしいぐらいうますぎ。この辺りでですね乗っていたすり生姜をスープに溶かしてね味変でいただきましょう。もちろんね好みではあるんですけど、個人的にはねこれ中盤以降に生姜溶かしたらいいですね。途中からねこの生姜を溶かすことによってさっぱり感というかあっさり感が生まれてね、僕なんかね2杯目の中盤ですけど今食欲が増しました。うまい。
甘くてがっつきすぎまして、あっという間に2杯目がないですよ。うわマジで今日あっという間だな。ちょっと最後ね、塩がもう来ちゃうのでいっちゃいますね。すいません、ありがとうございます。ただいまですね、今2杯目の味噌が食べ終わったもうぴったしのタイミングで塩をいただきました。そしたら今日こちら最後ですね、塩ラーメンいただきたいと思います。いやもうほんとスープが綺麗。うまっ。もう言葉が出ないですよ。もう3杯目までずっと感動してると言葉が詰まる。こんなにねスープは澄んでるんですけど、あっさりではなく本当にこってりというか濃厚。スープにねこの具材の旨味詰まってる感じがもうビシビシ伝わってきますわ。ああ最高にうまい。じゃあちょっとこれ最後いっちゃいますか。やっぱね塩も麺が美しいね。今塩食べてて気づきましたけど、やっぱりねこのラーブ特別に美味しいですわ。バターにも似たようなコクっていうのかな、滑らかな美味しいラーブなんですよね。うまいな。うまいな。オープニングからですね、わかりやすいように一応北海道ラーメンという形でお話ししてましたけれども、こういったラーメンというのはいわゆる札幌ラーメンというようなジャンルでして、代表格としてやはりこのコンビニとかにもあるすみれさんですねがあるんですけれども、それ以外にも北海道内でいうと函館ラーメンですとか、この道内にもいろいろとご当地ラーメンがありまして、以前ねこの大食いの撮影で行ったことはあるんですけれども、やっぱねラーメン好きとしてラーメンツアーのみ目的とした北海道旅もちょっと一回してみたいですね。本日ですね最後の具材となるこちら味玉で締めさせていただきます。ただいましっかり3杯完食させていただきました。ごちそうさまでした。
ということで本日はですねこちらサントラさんで3種類のラーメンを大盛りでしかもチャーシュー麺とご飯と共にね食べてきましたがずっとね感動しっぱなしでして最後の方はねもう言葉にならないぐらいそれぐらいね個人的には大好きな美味しいラーメンでした。今回のねお店さんは都内、しかも新宿区にありますのでここであればいつもねお店に比べても皆様も来やすい立地かと思います。動画をこう通してでもなおこう僕の感動はね伝えきれないほど溢れるような感動をした一杯でしたのでぜひですね皆様も気になった方はこちらのサントラさんで美味しいラーメン食べてみてください。今ね撮影現在は9月ですのでそろそろ秋っていう感じなんだけれどもまだまだね外暑いので汗かいております。これからの時期ですね秋冬にかけて寒くなってくるとまたねより美味しいと思いますのでぜひお試しください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでそちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、うまかった、ごちそうさまでした。